違うね。本命はこの後ターンアラウンドからのフェイダウェイジャンパー。やっ、うわ、これも読んでる。当たりけど関係ねえな。早い、嘘や、先読んで追いつけへんやと。一つ教えてやるぜ。あ、先輩は敬えってな。左、いや右だ。そんな、読みは合ってた。なのに嘘だろ。それでも追いつけない。イカさん、まだまだだな。早い、奇跡の世代を除けば今までやった選手の中で最速だ。後半あたりには来るて。うちらはまあ全然、お手柔らかに頼むわ。止める。まあすまん、こっちの言い方が悪かったわ。前座言うても青峰と比べてっちゅう話や。君らよりは強いで、多分。あらら、しゃあない。こういっただけだ、入るわけねえ。ブザービーターだ。いや、ついとる。入ってもうた。表情、仕草などから相手の心を読む。腹の探り合いに関しちゃ妖怪並みだ。悟りかっつうくらいだ。人が嫌がることさせたら、あの人の右に出るやつはいねえよ。初めてじゃ。多分失敗じゃない。え、高尾も持ってるんだ、俺のイーグルアイと同じ。いや、視野の広さは俺より上のホークアイ。黒子一人を見ようとはしていない。逃げられねえぜ、俺のホークアイからは。高尾のホークアイはコート全体が見えるほど視野が広い。彼は身体能力は恵まれてないけど、頭の中で視点を瞬時に変えられる。つまり物をいろんな角度から見れるから、常にコート全体が見えてるのよ。マジかよ。よし、何、うわっ、紫村も追いついてきた。大丈夫よ。え、こういう状況でこそ進化を発揮するわ、彼のイーグルアイは。来た、これイーグルスピア。何、
フルドライブ直後の一番無防備な瞬間を狙って行くっすよ。